では改めまして、はい、新藤達也でございます。今日もまたっていうかね、ただ2本撮りしてるだけなんですけど、沼田牧師がですね、どうして死刑肯定論の中から死刑反対犯になったのかということをちょっとお尋ねしたいと思います。はい、はい、いや、そのなんていうんですかね、そのまあ普通に死刑は、うん、その素朴に別に特に理由もなく賛成だったんですよね。だからそのそういう人多いと思うんですよ。別に特に理由はないけど、いや人殺したんだからお前も死ぬのは当たり前やろ、死んで償えよと、まあ素朴にそういうふうに思ってたんですよ。目には目を歯には歯をっていうかね、うん、遺族が納得すると思っているのが、あと死んで償えって思ってたわけですね、うん、で、ただそのまあ、これね、なかなかだから理解してもらうのは難しいかもしれないんだけど、うん、まあもう素敵な縁でまあ神様の導きでと言った方がいいんだけど、まあ、新藤先生と出会って、でいわゆる、まあ、別に死刑囚じゃないんですけどね、元受刑者の人たちと交流する機会が増えたり、で新藤先生から、まあ、ちょっと手伝ってくれないっていう振ってもらって、だから自力では無理ですからね、そんなの、例えばある受刑者の方と文通や面会をし、うん、でこの間もその裁判を、まあ、傍聴したり、もう生まれて初めてです、そんな僕裁判所に行って裁判を傍聴する、ドラマとかじゃなくて本物の裁判を傍聴するっていうのは僕もう生まれて初めてでした。でその、まあ、受刑者っていうか、まだ刑決まってないわけだけど、まあ、うん、未決囚が入ってきて、うん、まあ、判決を受けて、判決受ける時だけは手錠を外されてて、でまた判決が決まったらまた手錠をされて退場するっていうのを初めて見たんですよね。で、まあ、まあ、とにかくそういう具体的にその拘置所に行ってみたりとか、まあ、その実際にその、まあ、場所に行ってみたりした中で、うん、その何とも言えない感じがしたんですよね。そのいや、ただ素朴に自分は何にも手を下さないわけなのに、あいつは人を殺したんだから死ねえみたいなことを言ってていいんだろうか。いや、もう仮に自分がそれでも賛成だ、死刑に賛成だっていうんであれば、私が出かけて行って、その何ですか、その処刑台の底が抜けるボタンを自分で押さないといけないんじゃないだろうか。やっぱりそのいくら人殺し、相手が人殺しとはいえ、人一人の命を強制的に終了させるわけだから、それに賛成だって積極的に言うんであれば、自分がそこに行ってボタンを押さないといけないんじゃないだろうか、うん、というところまで思い詰めた時に、やっぱちょっとその素朴に賛成し続けるのは難しいなってちょっと思うようになったっていうことなんですね。結局善良なこの国家公務員であるこの県下がね、やっぱ手を汚さなきゃいけないし、そうそうそう、教会士、ね、死刑制度の死刑囚が、留め置かれている拘置所、高裁があるところですよね、最高裁があるところ、その拘置所 その教会士っていうのはその死刑まで、付き添わなきゃいけないわけで、長い人は十何年、20年、30年って処刑を待つ身の中で、だんだん人間らしさを取り戻してきて、あと人間らしくなって真人間になったと思ったら処刑になっちゃうっていう辛さもあるし、まあ、拘置所勤めをしている刑務官の中で、死刑を賛成する人はほとんどいないと思います。っていうのはいずれ自分が首に縄をかける人、顔に袋をかける人、
後ろ手に手錠をかける人、足にロープをかける人、ボタンを押してバタンと落とす人、うんうん、いろんな人が結局死刑に関わり、ね、静かに黙ってほふり場に連れていかれる子羊のように黙って死ぬ人もいれば、徹底抗戦していく人もいるわけで、はい、まあ、加藤智弘さんは黙ってね、もう覚悟して吊るされるのを覚悟していく人になんで目隠しなきゃいけないのか、手を縛らなきゃいけないのか、それが私は人権侵害じゃないけど、なんかそれが納得いかないみたいなことは言ってましたけど、まあ、その一般的に言えば人殺しておいてそんなこと言ってないと、うん、もちろんね、まあ、そういうなっちゃうんだけど、実際に自分がじゃあその処刑に行かなきゃいけない、あるいはその戦争犯罪になる、あえて人殺したわけじゃない、中でもし裁かれるんであれば、やっぱり僕も目隠しとか後ろ手の手錠とかで、くくられたくないなっていうのはあるし、なんかね、その、まあ、ちょっと比喩として良くないかもしれないけど、まあ、小堺俊明さんっていう社会心理学者が書いてた本で知って驚いたんだけど、まあ、ナチスがそのユダヤ人を殺すっていう、まあ、最悪の歴史があった、ガス室ができる前はなんと銃殺だったらしいんですね。でその時って兵士がその直にまだ目隠しとかもしないでユダヤ人を銃殺してたらしいんですけど、親子とかね、女性とかね、だからそのある兵士が証言しているのは、女の人がすれ違う時に自分の名前を言って何々何歳ってボソって言ってと去っていったと、裸にされた女の人がね、その後でその人殺されてるんですよ。である人は、ある父親が、まあ、ユダヤ人の父親が息子にね、お抱きしめながら天を指さしてね、今からあそこへ行くんだよみたいなことを言っていると。でそれを殺さないといけないんですよね、その兵隊さんはね。で病む人続出したんですってね。要はもうアルコールに溺れてしまって、その現場の士官とか兵士がね、でまともに成り立たなくなってしまったんですね、そのユダヤ人を殺すっていうシステムがね。そこで日村さん、日村だっけな、誰か忘れたけどが、そのガス室の開発を急いで、ゾンダーコマンドって言って、同じユダヤ人にユダヤ人の始末をガス室でさせるらしいんですね、死体の片付けからだからね。そしたらドイツ人は書類にサインするだけで、あとちょっと監視とかちょっとするだけで済むようになる。そうすると自分が手を汚さなくなると、精神を病まずにじゃんじゃん人を殺せるようにまあなってしまったらしいんですよね。だからその、まあ、小堺さんも書いてるけど、その死刑っていうシステムは微妙に似てるんですよ、それに。だから我々ってほら、死刑賛成だっていう時に全部やってもらえるじゃないですか、何にも 見なくて済むじゃないですか、その死刑囚が穴に落ちる瞬間とかね。そのちょうどそのドイツ人がそのゾンダーコマンドが全部やってくれるから、ガス室のことは兵士はもう直接は何にも見なくて済むようになるのと、まあ、すごくちょっと似てるところがあるっていうね、そういうところはありますね。まあそれもそうだし、結局法治国家で死刑がありますよって是非を取ってるわけじゃないし、別にその絶対是が非でもうわーとかって言ってるんじゃなくて、堂々と何でできないんだって僕はもうちょっと疑問に思うのね。これこれこういう理由は、まあ、でもね、そのやっぱりどこかにやっぱりその世界から乗り遅れてる日本の
その制度、うんうん、やっぱりその文化的な歴史的なこの仕返し、そう、ね、うん、仇討ちとかね、腹切りとか、うん、何かね、こういう文化的な霊的なその歴史のやっぱり僕たち背負ってるものもあるし、こんだけの文明社会なのに、世界はもうね、あのイスラエルでさえね、あのヒムラーたちのあれを最後に、うん、戦争犯罪人を最後に死刑はやめてるわけでしょ、うん、でね、加山さんが言ってるように、損失だと。そうですね、だからその死刑にしちゃったらもう、まあ、人ってもともとそれは心の中なんてわからない他人の、でも手がかりとしては言葉ですよね、うん、だ死刑囚とされる人の言葉だけがなんでその人がそういうことをしたのかの手がかりなんですけど、うん、もう殺しちゃったら終わりですからね、あのもう二度と永久に闇の中なので、うんうん、日本はどのようにしてね、その死刑をするのか、うん、あるいはどういった経緯でなったのか、うんうん、でなんでそれをしたのかって、いつも秘密裏、うん、で、なんか事後報告的なニュースのテラップで流れるぐらい ね本当に極秘じゃないですか。アメリカなんかやっぱりその死刑のある州は、うん、いついつ誰やるよってからもうみんな分かってるから、うん、ね、反対の人たちはね、プラカード持って反対反対ってあの、ね、デモするわけですよ、うん、でもそんなこともさせないために何か秘密にやってしまう、うんうん、これがね、僕は一番消せないですよね。そうですね、うん、で、まあ、もっと言えば、その誤診だってあるし、あるいはガチャじゃないんだけど、うん、その裁判官、ルーレットじゃないけど、ガチャなんですよ、やっぱり、うん、この人だったら試験にならなかったと、あ、ガチャなんですよ、やっぱり人間と人間なら、うん、神じゃないから、うん、やっぱガチャなんですよ。そういった意味ではね、書類犯行を押すか押さないか的な感じかな、うん、法務大臣もそうだし、うん、法務大臣が誰なのかっていうのもあるし、うん、あるいはその裁判官だって厳しい裁判官でいれば、温情派の人がいて、うん、だって同じような少年犯罪でも片や死刑になっちゃってる子もいるし、ね、片や無期懲役になっちゃってる子もいるし、ね、あともっとね、もう本当に長山裁判、長山基準っていうのがある、ああ、はいはいはい、長山の理由ね、もう石碑の中から、うんうん、まあ、犯罪化してでも高知の中で真人間になっていっぱい賞を取るような小説を書くような、ね、勉強して、で彼がね、僕はなんでそんなに非常に同情するのかって言ったら、うん、一審判決で死刑で二審判決で無期懲役になって、で希望を持った上で今度最高裁でまた死刑、こんなありえないでしょって、これは本人の気持ちになってみろよって、そう、なんかそれはないよって、そう、中途半端に希望を見せられて、いやなしなみたいな、しかも少年犯罪で、で長山基準って今もねあるんですよ、まあまあそれもまあいいんですけど、まあ、まあこれは嫌い話なんですけどまた、まあ、後味の悪い話ですいません、まあ、笑って話すようなことではないんだけど、ね、ただ、まあ、一つ言えることはやっぱこうやってカジュアルにこういうタブー視されてる話をできるようになるってことは私大事だと思います、うん、なんかお前らふざけんなって思うかもしれんけどね、うん、やっぱ笑いながらでもこういう話を普段からできる世の中で僕はあってほしいと思います、うんうん、議論してね、はい、やっぱりこれは日本がこれからどうあるべきかの一端を担ってると思いますので、はいはい、次は今度は沼田牧師のいろんな話を聞いていきたいと思いますけど、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい。